こんにちは、速稼塾の久保です。いつも FX の相場解説をご覧いただきましてありがとうございます。まあ、私の FX の相場解説は、まあ、ずっと見てればね、だんだん理解できていって、まあ、勝てるようになる、もしくは勝てるようになりそうだというふうな気持ちになっていくということで、まあ、ずっとねやらせてもらってるんですけども、当然ですけども私もね、今では FX の相場解説解説なりに勝ってはいるんですけども、最初はね全然勝てなかったですよね。最初の1年は勝てなかったんで、その原因を究明すると物を知らなかったというね、単純にそれだけだったんで、前回は FX の基礎講座で何を知ればとりあえずは負けないようになるのか、とりあえず勝てるようになるのかってことをお伝えしていきました。まずね、基礎を覚えておくってことは絶対なんですよ、基礎用語ね。その上で前回の基礎用語をしっかりと覚えたら、この中級編というものを今回ねリリースするわけなんですけども、やっぱりね FX って押し目買いって言って、押し目で買うのか、戻り売りって言って売るタイミングで戻ってきたところでエントリーしてセルでこうね買っていくのかっていうね、その2つが主なんですよ。そのためにはやっぱり基礎を分かってないとチャートが見れないですよってことなんですよね。で、基礎がこの前ね皆さんにお伝えした通り、まあ、これだけ分かってればとりあえず負けはないなっていう材料が揃いましたんで、じゃあそれをね今度は中級編ではどのように使っていくかってことに入ります。で、そこで大事なのが先ほど申し上げた押し目買い N の字ですよね。押し目買い、戻り売り N の字ですよね。これもだから N をマスターするために基礎講座をやらせてもらったんですよね。そのために必要な知識とかすっかり入ったと思います。あとは繰り返していくだけです。そして中級編ではですね、この押し目買い戻り売りをしっかりと使うためにはエリオット波動っていうのが絶対いるんですよ、ね、上昇5波とか下落の3波とか言われますけども、これもねしっかりとお伝えしていきますので、初級編で、まあ、そこそこねある程度ものが覚えられた方はもう中級編からは勝っていく力をつけることができると思います。本当に基本に忠実にやってるだけなんでね、私の場合は奇襲作戦とかなんか魔法のように勝てる方法とかありません。その代わりこの考え方が身につけばあらゆる投資で使っていきますんで、それこそね暗号通貨で高いボラティリティになってもいいと思うんですよ。FX でいろんな通貨ペアをやるのも私はねおすすめする方法ではあるんですけども、それ以上に FX ではまずドル円をマスターして、そしてそこそこ勝てるようになったら暗号通貨に行くっていう方法が私はね最もいいんじゃないかなと思ってますよね。そしてですね、エリオット波動とあとフォーメーション分析ですね。フォーメーション分析もエリオット波動を踏まえてやっていくことになります。フォーメーション分析っていうのはトップ&あ、じゃあ三点天井とかね、逆三尊とかありますけども、ああいうのをしっかりと使っていきます。そんなに多くはありません。もはやね基礎講座をやってきた方だったらこのエリオット波動とフォーメーション分析は楽勝で身につくことができます。そしてですね、見る見る成績が良くなりますし、チャートを見た時にエントリーしていいのか悪いのかってことがかなりの確率で分かるんですよ、ね、例えて言えばですね、車を運転する時に渋滞で雨の日に出かけていくのか、晴れで空いてる時に出かけていくのか、どっちがいいと思います？どっちが事故の確率が少なくって早く目的地に着くと思いますか？そのぐらい違いますよ、この中級講座を受けると。はい、ということなんでお待ちいただいた方もいると思うんで、中級講座のね進め方をもう一回おさらいしておきます。エリオット波動とフォーメーション分析を中心に実践実践実践でかなり時間をね、使って押していきます。でも安心してください、初級講座みたいに毎日やりましょうってことではありません。普段は私のいつもの相場解説を見ていただければよろしいかと思います。それはですね、速稼塾に入っている方だったら誰でも見れる相場解説です。肝心なのは土日にどのぐらいこの講座で勉強するかなんですよ。まあ1週間のうちに1回か2回の講義を送りますので、それで長い期間をかけて積み上げていきましょう。初級編ではねどうしても短期間で覚えていただきたかったんで、3ヶ月間毎日のように講座を送って、でテストもしましたし休憩も入れながらやりました、ね、今回は毎日またね続くんではなくて週に1日か2日だけ確保していただいて、1週間に1回か2回しか講義は送りません。その代わりこの講義は黄金の講義ですよ、ね、エリオット波動とフォーメーション分析をやるわけですから。そしてもうあとはもうないんですよ、あとは実践しかないんですよ、ね、私よく言いますよね、まずは基礎を覚えること、次は実践で体験すること、自分の覚えたことが本当にどうかなっていうのをね確かめていくこと、3つ目は精神力です。上級編では精神力いきますからね。これは FX に限らず精神力っていうのはビジネス、投資、生活、恋愛、夫婦生活、家族関係、全部精神力ですよ。
ね、この精神力っていうのは最も難しいフェーズなんで上級編に類されてますけども、この上級編の精神力っていうのは最も価格が高いんで、買うためにまず精神力がいりますね。まあ、ですんでほとんどの方は精神力のコンテンツにはたどり着けないと思うんですけども、まあとりあえず中級編の方をねやっていきましょう。さあ動画のまとめになります。中級編の価格は以前お話した通りに20万から30万ぐらいの間で設定をさせていただきます。ただしまたただしがつくんですよ。速稼塾の塾生さんはちゃんと10万円以下で購入できるようにしておりますんで大丈夫ですね。本当に速稼塾の塾生さんはね、さらに速稼塾の30年払いローン全部払えている方はさらにもっと柔らかい金額にしてますんでご安心ください。ただ前回みたいにね5000円ですよみたいなことにはちょっとなりません。かなり、根詰めたものになりますんで。そして今回は期間もちょっと長めにとります。3ヶ月は絶対やりますけども、もうちょっとね半年ぐらいのプランで動画の送信を送っていこうと思いますんでご期待ください。ということでね、いろいろとお話ししましたけども、まとめますよ。中級編のセールス募集を始めます。中級編を希望の方はメールでねお問い合わせください。中級編を希望だということをね一筆書いていただければよろしいかと思います。そしてですね、初級編いまいちちょっと勉強不足の方は初級編をやり直していくためにちょっとねそれも考えていこうと思うんですよ。で初級編をやりながらでも中級編ができるように、今回中級編っていうのは週に1回か2回しか講義は送りません。でじっくりと身につけていくために何回も同じようなことを繰り返していきます。ですんでね、しっかりと時間をかけてやることができます。毎日送られてきたらさすがに1分から3分でも溜まっていっちゃうでしょ。で中級編っていうのはそういった皆さんのね共通の悩みを払拭したものになっていますんで、結構自分のペースでやっていけるんじゃないかなと思います。その代わりですよ、空いた時間には初級編をやり直してくださいよ。本当にここで初級編やらなかったら一生やらないと思いますからね。で初級編ができた方、基礎講座ができた方は中級編ではしっかりとスムーズに、全体の相場が見えていくと思いますので自分の力をつけることができます。そしてですね、私がツールは使っちゃダメよっていうふうに繰り返しお話してきましたけども、中級編が理解できればツールを使うこともできます。なぜならどのツールを使えば自分がそれで利益を上げるかってことが目利きができるからなんですよね。全然FX 勝ったことない方はツールを使って勝てると思うんですよ。でもどんな優秀なツールも FX を理解できてない人では乗りこなせないんですよ。そこをね勘違いして詐欺だとか言うんですけども違うんですよ。 FX をマスターすればツールをちゃんと使いこなしてツールでも勝てるようになるんですよ。でそういった意味で今まで私はツールやインジケーターを進めませんでした。多分仲間トレーダーもそうでしょう。でこれからね中級編ができるようになってきたら自分に使えるツールってのも見えてきますんで、その時またね一緒に考えていきましょう。それでは今回の動画は以上です。FX の基礎講座を終えて今度は中級編になりますんでね、中級編の方でご希望の方はまずね、メッセージをいただければと思います。募集期間は今日から1週間ぐらいを設けますんで、それからですね2月の半ばくらい講義スタートできるように1週間の募集期間を設けて、そしてもう1週間はちょっとねいろいろとやり取りをしたりとか選別をしたりとかして、そして、理想的には2月の14日バレンタインデーからスタートということでよろしくお願いします。それではねお申し込み受付でございますんで、メールの方でまずはねちょっと興味があるよって方はメッセージをください。1週間募集させていただきます。それではよろしくお願いします。いらっしゃい。